九州タワードダブス、あかねです。まあ、今回は皆さんに大事なご報告があり、動画の方を撮らさせていただいております。まあ、詰まるところね、僕タスパパになります。あかねさんママになります。タス家に新しい家族が増えます。はい、ということでね、まあ、なかなかこう皆さんにこうお伝えするタイミングっていうのが、まあ、なくてちょっと遅れちゃって、このような形でご紹介になるんですけれども、9月15日が実はお誕生日で、だいたい今4ヶ月ちょっとぐらいかな、まあ、経っているんですけれども、まあ、早速ね、まあ、その子をお見せしていきたいなと思います。おいで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 、よしよしよ、いい子だね。はい、ということで今回ね、新しい家族なんですけれども、まあ、YouTuber がね、家族増えたと言ったら大体犬猫説ね。まあ、僕たち2人にもね、この新しい家族ビーグルのおはぎちゃんが家族になりましたね。ちょっと YouTuber としてね、このサムネとタイトルはね、やっぱ一度どうしてもやりたかったんで、あの、皆さん許してください。あー、よしよしよし、うーん、わんぱく、皆さんお見せしてもらえない。それでこれがハギちゃんね、ほら見て、カメラ見て、ハギちゃん、うわー、だ、うん、ハギちゃん、ほら見てこれ、カメラ向こうだよ、俺の顔で、うーん、そうか、見て、見よしよしよし、うーん、よしよしよし、よしよし、よしよしよし、はい、ということでね、あの、今回僕たちが、まあ、家族として新しく迎え入れたこの子が、まあ、生後4ヶ月のビーグルの女の子ですね。で、名前が、あの、9月15日が、まあ、誕生日ということで、まあ、今日七草の一つでもあるね、ハギっていう名前にさせていただいております。まあ、うちに来て、まあ、1週間ぐらいなんだよね。まだね、散歩も全然してなくってね、これから散歩はね、だいぶ慣れてきたからしていこうかなと思うんですけど、まあ、ということでね、まあ、僕とあかねさん2人ともすごく犬が大好きで、いつか飼いたいね、飼いたいねと、やっと念願かなってね、あの運命的な出会いをして、このビーグルのハギちゃんをね、飼うことになりました。今はね、可愛すぎてね、2人とももう犬中心の生活になりつつあります。だから、まあ、これからね、僕のインスタグラムとか、まあ、家で撮る動画とかにはね、もしかしたらちょこちょここのおはぎがね、出てくるかも知れないです。ということでね、今回ね、僕たち2人にね、新しい家族ビーグルのおはぎがね、入りましたよっていうご報告でした。ぜひですね、あの、皆さん、あの、こちらの犬かわいいなと思ったらグッドボタンとコメント、あと忘れずにね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まあ、近々ね、ファッション関係の動画も上がる予定なので、そちらもチェックお願いいたします。では皆さん、またご視聴しましょう。バイ、はい、バイバイは、バイバイって、うん、バイバイ。